歯垢の一例。歯と歯肉との境の黄色い部分が歯垢である。歯垢とは一般に歯表面に付着した紅白色を帯びた粘着性の微生物層を指す。食事のあと8時間で食べかすの中で細菌が増殖して歯垢になる。歯との接触面は獲得被膜と呼ばれる被膜で覆われており、歯垢はその上に形成される。デンタルプラーク、また単にプラーク。 破粉、白素、ハクソハカす、バイオフィルムとも、思考は歯磨きで除去できる。思考が石灰化すると死石となる。思考の細菌は、その時期により、大きく変わる。思考付着直後は、通性菌寄性菌が多いが、成熟するにつれ、変性菌寄性菌が増加する。思考の細菌については、高校細菌学を参照。思考の増加は、 右食の大きな要因となる。食事を摂取後、しばらくの間、思考の pH は、歯の脱会の臨界 pH を下回る。これは思考を構成する、右食原因菌が、食料の糖質を代謝により酸に変えるためであり、酸性された酸により歯が脱会され、右食となる。なお、この pH は、唾液の作用により数十分後には、臨界 pH を上回る。 これを再石灰化という、思考の増加は、歯周病の大きな要因ともなる。歯周病は大きく、歯肉炎の段階と歯周炎の段階に分けられるが、数日場を磨かないと思考が溜まって、容易に歯肉に炎症が起きる。この段階で、口腔内を清潔にすると、歯肉炎は治癒する。ありがとうございます。